はい、皆さんこんにちは。ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginoan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、チェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。また、スマホで聞く場合は、リッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして、FM ギノワンを探してお楽しみください。それではこの後4時半までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして、始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。銀座西川高級暗食パン。おなは薬局。最近ぽっこりお腹が気になるな。そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。妊活について相談したいな。そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。お花薬局、あさと駅から徒歩2分。家電のことエア長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの町の電気屋さん、やら電化ストア。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお届けしております。はい、ということで今週も始まりましたゆりんこ沖縄ですね。今週も収録にてお届けしております。今日は10月29日火曜日ですね。台風情報があったみたいでね、月末に台風近づくみたいなので、どうぞ台風対策はね、しっかりされていてください。僕、不動産管理とかね、仕事でしてたんですけど、結構ベランダのものが飛んだりとかね、ベランダから外に飛んでいったりとかね、そういうこともね、ありますのでね、はい、台風対策はちゃんとしておかないといけないですね。どうぞ皆さんお気をつけて。さあ、今日はですね、今日のテーマはですね、ちょっと最近ね、相変わらず、生まれたばかりの我が子が可愛いんですけども、いろいろね、子供ゆうくんって言うんですけど、ゆうくんの成長を見ながら、見守りつつ、そんで、僕のことも観察してね、自分は今こう感じてるんだとか、僕はこういうのにイライラしてるとか、僕はこういうことに喜んでるとかね、いろいろ、自分自身の成長も見えたりして、子育てってなんか、いろんな意味で面白いなって思うようなね、毎日を過ごしております。それでも、もう3ヶ月経ってですね、僕初めての子供なんですけどね。このゆうくんがね。ただ、3ヶ月もこうね、時間経ってくるとね、やっぱり、だんだん慣れてきてですね、あ、こういうもんだと。子供ってこういうもんだ。ゆうくんってこういうもんだ。っていうような、なんていうかな、慣れが出てきて、ちょっと良くないなと思うんですよね。この子はこういうもんだと。いつもこうなんだからこうに違いないみたいなのって、
やっぱり仕事でも何でも、今回は子育ての話なんですけど、やっぱね、こうやって決めつけると、脳が休まるんですよ。常に観察して、常に注意深くね、やってたら、もう体が持たないというか、もう神経がすり減っちゃうので、だん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 人間は、やっぱ少しずつ楽しようとするんですね。まあ、それはいいことなんですけど、まあ、ただ、なんだろうな、今までこうだったからこうに違いない。授乳した後は、いつも寝てたんだから、お腹いっぱいに違いないとか、なんかね、いつもこうやって思い込んでたら、本当に、何かあった時の対応力が本当に下手になるなっていうのは思うんですね。まぁ、ちょっと前あったのがね、なんだっけな、夜泣いたんですよ、赤ちゃんが。ウェーって泣いて、あ、なんでだろうって。お腹いっぱいに違いないって僕は思ってたんですよ。でもなく、なんでだろう。おむつかなとか、吐きたいのかなとか、ゲップしたいのかなとか、なんか気持ち悪いのかなっていろいろやったけど、でも結局ね、お腹空いてて泣いてたみたいなんですね。だから僕は、この子お腹いっぱいのはずなんだけどなとか、そういう思い込みがあったんですよ。ところが、赤ちゃんの成長たるや、めちゃくちゃ早いんですよ。先週までできなかったことが今日はできる。昨日まで下手だったことが今日は上手みたいに、めちゃくちゃ早いんですね、成長って。だから、あ、もうこんなに胃袋が大きくなったんだとか、そうやってね、気がつくんですね。だから、あ、もうなんかお腹いっぱいなんだっていうことに、思い込むことは、ちょっとやめようと思って、この子はこれをやった後は寝るよね。これをやった後は泣くよねって言って、まあ、結構ね、こう決めつけてね、パターンにはめていくとね、ちょっとした変化を見落としたりするのでね、これはちょっと気をつけないなといけないと思いましたね。まあそういう子育ての反省なんですけど、すいません、ちょっと、横道にそれたんですけど、今日はですね、まあ、こういう子育てを通しても、大事なことなんですけど、今日は、立ち止まったり振り返ったりすることって、やっぱり人生、めちゃくちゃ大事なことなんだなっていう、思ったのでね、今日はそういうことをお話ししようと思ってます。ね、今、冒頭でお伝えしましたけども、子育ての話しましたよね。それで、自分はこう思い込んでた。授乳でお腹いっぱいになるんだとか、思い込みがあったんですけど、それに気がついて反省したっていう話したんですけど、こうやって人間って、ついつい、初めは新鮮な気持ちでやってたことも、常に注意して注意深く取り組んでいたことも、だん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 体が慣れてきて、少しおざなりになっちゃうんですね。これって、僕は今子育ての例をやりましたけど、これもう人生全般そうだと思うんですよ。仕事も当然そうだし、プライベートの人間関係もそうだし、まあ、なんだろう、いろいろあるかな、この子育てもそうだしね。まあ、仕事って一口に言っても、いろんな人との付き合い方、業者さんとの付き合い方、人間関係ですよね。もあるし、例えば銀行の仕組みとか、よく商売で使ってたツールの仕組みとか、そういうのも、まあ、だん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 、まあ、銀行さんってこんなもんだよなとか、このパソコンのソフトは、こういう機能があるよね。って思い込んでたら別の機能を、見落としてたりするんですけども、まあこうやってね、何でもかんでもパターン化していって、楽にね、動いていくのが人間なんで、ただその失敗点をね、冒頭お話ししましたけど、そのままね、惰性のように動いていくとね、人間って、ちょっと成長しないのかなって、思うわけですよ。
あ、これ気づいたのはまあいろいろあるんですけど、僕ね、そうだな、皆さん自分の声って聞いたことありますかね？何かに録音してそれを自分で聞くみたいな、語学学習とかでもいいし、こうラジオやってるっていう人でもいいし、なんかそのビデオメッセージを自分で撮ったとか、そんなんでもいいんですけど、基本的に自分の声ってね、聞くと、大体皆さんすごい嫌悪感があると思うんですね。ラジオで喋ってる人は別だと思うんですけど、自分の声がだんだん好きになっていくと思うんですけど、まあ、僕は初め大嫌いでしたね。もう恥ずかしくて死にそうみたいな感じだったんですけど、ところが、やっぱ振り返って聞いてみる。自分どうやって話してたんだろうっていうのは、やっぱ客観的には絶対わからないことなんですね。客観的に聞いてみない限り。で、聞いてみると、なんで俺こんな喋り方してるんだろうって。恥ずかしくなるんですけど、最近はやってないんですけれども、まあでもこれって、当たり前にやってたこと、慣れでずっとやってたことを、一回ね、立ち止まって、ちょっと、疑いの目で見直す、新鮮な目で見直すっていう感じで、まあ、振り返ってみるんですね。反省材料を探すみたいな感じで。そしたら、そう、後悔もいっぱいあるんですね。なんで俺こんなこと言ってんだろうとかね。でも、おかげで、次からはそういうこと言わなくなるとか、次からは喋り方に気をつけるようになるとか、そんな感じでね、自分の力で成長できるので、あ、立ち止まったり振り返ったりするのってね、本当に、大事だなってよく思いますね。で、ラジオでもそうですしね、まあ、仕事だったらそうだな、何がありますかね。やっぱり、仕事って、何年も同じこと続いていくじゃないですか、基本的に。で、周りにいる人も何年も一緒だったりしますよね。だから、誰かに対する扱い方っていうのかな。人との接し方、そういうのも、なんか、流れで、当たり前のようになってしまって、何かしてもらったことに、特別、感謝の言葉を表さなくなるとか、で、なんかな、あ、どうも、みたいな感じになっちゃうとかね。特に多いのが、取引先の企業だったりするんですよ。下請けとか言われる業者さんですね。でも仕事ってね、実は、これドラッカーの本に書いてあったと思うんですけど、実はね、企業ってやっぱそういう下請けだとか、取引先とか、直接お客様じゃなくて、お客さんからお金もらうけど、何かね、物品を購入したり、何かサービスを提供してもらってる人には、こっちがお金を払う側じゃないですか。ところが、仕事っていうのは、どっちかっていうと、もちろんお客様からの売り上げでも支えられてるけれども、こういう業者さんからの、サービスやバックアップを受けて、成り立ってる。維持できてる。だから、お客さんと同じぐらい、大事に接しないとダメだ、みたいな、そんな話があったと思うんですよ。だから特にね、下請けさんであったり、まあ、何か取引先であったり、サービスを購入している業者さんでも、お客さんと同じように大事にしないとっていう話があるんですね。まあ、これもね、なんていうかな、人間関係とかね、仕事上の付き合い方、そういうのを反省する上ですごくいい話だなと思うんですけども、まあ、こうやってね、立ち止まってみて、あ、最近俺雑だなとか、そういうのに気がつくと、いいのかなと思います。これ、いいと思いますっていうか、よくある話なんですよ。あ、ごめんなさい。僕が、いつも仕事をしてて、僕仕事を作業化していくのが好きなんですよ。パターン化。楽だから。パターン化していって、マニュアル化していって、何も考えないでこの手順でやってれば仕事って終わるよねって言って、
こうなんか仕組みみたいに作っていくのが好きなんですね。でも、それにね、ちょっとハマりすぎると、ちょっとね、他の人との会話がなくなるというか、まあそういうこともあるんでね。だから人間ってバランスですからね。立ち止まって振り返る。自分のことを立ち止まって振り返るとか、仕事の成果とかっていうのを立ち止まって振り返ったり、まあプライベートの人間関係を立ち止まって振り返る。もっとこの人との遊び大事にした方がいいんじゃないかなとか、もっとこの人と飲みに行った方がいいんじゃないかなとか、まあ、そういうことは大切と思いますね。よく仕事でもこの、まあ、仕事だけじゃないけど、この自分のことを振り返るって言いますけど、僕の、感覚では、振り返るってちょっとおかしいわけじゃないけど、なんかちょっとニュアンスが違うなと思って、最近気がついたのは、こうやって立ち止まって、足場を確認するっていうことなんですよ。自分は今ちゃんと安全な場所に立ててるかな、みたいな。子供の頃ね、細い、丸太の上とか歩いたりとかね、しますけど、足元見ないと、人は踏み外しますよね。下手したら足元見てても踏み外すことが稀にあるぐらいなんだから、足元見てないと人間って危ないはずなんですよ。だから、自分の人生送ってる中で、いろんなことを大事にしないといけないんですね。人間関係が一番ですけど、仕事のことだし、こともだし、家族のこともだし、あとお金のこともそうだし、健康のこともそうだと。で、いろんな、場面において、立ち止まって振り返る。自分、どうだったんだろうと。今こうなってるのは何でなんだろうとかね。振り返る。まあ、振り返りって大事なんだけど、もう一歩ね、ちょっと、僕が、提案じゃないけどね、考え方のニュアンスとしては、その場その場で足元の確認をした方がいいんじゃないかっていうことですね。今の足元、足場があるからこそ未来に進めるんですね。まあ正直言って過去は関係ないんですよ。過去は関係ないんですけども、ただ、今置かれてる足場ですね。うん、ここを反省しよう、もっといいものにしようって言ってね、立ち止まる。それは本当に大事ですね。これはね、本当に何事においても必要です。さっきね、今言いましたけど、人生って大事な分野がいくつかあるんですよ。人間関係が一番大事な気もするんですけど、次に自分の健康、周りの健康もすごく大事ですね。で、そこからちょっと細かくね、仕事、お金、とか、家族とかいろいろ出てくると思うんですけど、ほんと何事においても立ち止まって、いや、自分はどうなんだろうって言って、まあ、できるだけ客観的に見ること。それって本当にね、何事においても、もう、必要、不可欠ですね。だからこれはね、ちょっと今日お伝えしたかったのは、ありとあらゆる場面で自分はどうなんだろうって立ち止まって考えること、反省してみることって、実は結構ね、すごく役に立つんですね。足元を見るって僕は今表現しましたけど、未来を考えるんだったら、今の足元がちょっと見えてないと、ちゃんとできないはずっていう気持ちもあるんですよ、僕は。まあ、なので、これから、ね、自分の人生を考えたときに、もし、こういうことが起きたら、周りはこう思うだろうなとか、周りの動き方はこうなんだろうなとか、まあ、先々考えて、仕事もいろいろすると思うんですけど、その時に大事になってくるのは、一応今の延長で考えないと、ちょっと的外れな予測立てたらまずいんでね。なので、今の足元を確かめるっていうような意識で、いろんなことを振り返る。自分の健康のことも振り返る。周りの健康のことも考えてみる。で、仕事上の付き合いとかも考えてみるとかね。
そういう風にすると、僕はね、人間って結構そこそこなスピードで成長するなっていうのが僕のちょっと実感としてありますね。僕、その今回ね、僕のちょっとね、このラジオのテーマとしては心と体と魂の癒しっていう風にやってるんですけど、これね、どういうことかというと、やっぱり苦しい時、辛い時っていうのは何か突破する時に何がきっかけでブレイクスルーするかわからないから、心も体も魂持ってて、いろんな角度から癒しってあるんだよって思うんですけど、逆を言えば何でもいいんですよね、癒しって。で、こういう人生についての考え方とか、僕もともとメンタル系の話がすごく好きなんですけど、仕事経営の話も大好きで、経営の話ってやっぱね、すごく土台がしっかりした考え方だったりするから、本当に人生にそのまま活用できる話がもうむちゃくちゃ多いんですよ。もうほとんど経営全般って人生に活用できるなっていうぐらい、経営の話ってすごく楽しいんですね。まあ、なのでね、こういういろんなね、立ち止まって振り返るとか、人間関係の質を考えてみるとか、そういう成長をすることで、本当にね、人生そのものが成長するので、まあ、なのでこういうのも、癒しというかね、自分を次のステージに行かせてくれる考え方だったり、人生ずっと過ごす上でずっと大切な考え方だったりするので、まあ、これはね、すごく活用できるんじゃないかなと思って、今日は立ち止まって振り返るということをお話ししました。もっと言えば、振り返るっていうよりも足場確認だよと、将来のことを考えるための足場確認でもあるんだよっていうことをお話ししましたね。はい、ということですね。さあ、今日はね、ちょっとなんとか一気にね、ちょっと話しましたけど、もしね、何かご意見などがあればね、メールとかそういったのもお待ちしておりますね。ということで、そろそろエンディングの時間ですね。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。和と洋の創作料理を食べながら、ワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんか？ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから創造へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて誠心誠意提案してくれました。大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、三国株式会社。 NPO 法人プロミスキーパーズは、
貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。はい、おばあ三段家に行こうかね。どこどこ？宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。嘉手納にもあるよ。はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。